はい、おはようございまーす。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりですね。1年半ぐらい、うん、そうですね。結構経ちましたね。はい、はい、海来ないですね。海来ないんですよね。今年初。そうなんです。今年初海で。でも泳げます？泳げると思いますか？どうですか？泳げません。海で、はい、はい、満喫していきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ガールズ読者の皆さん、お久しぶりです。イリアマンナです。今年こそはバーベキューしたいですね。やったことはあるんですけど、でも、まあ、家族とか親戚とかとなんで、友達とやったことがなくて、で去年からメンバーとかとやろうって言ってるんですけど、結局かなってないので、今年こそやります。で、なんか川でやりたいです。どこにあるか知らないですけど、川岸みたいな石とかいっぱいあるところでやりたいです。はい、私は結構普段お休みは家にいることが多いんですけど、なんか理想で言えばプチ旅行とかしたくてですね、本当一番憧れは弾丸でニューヨークに行ってブロードウェイのミュージカルを見て、そのままトンボ帰りで日本に帰ってくるというリッチな休日の過ごし方をしたいです。で、皆さんはどんな連休を過ごされますか？ぜひ楽しんでください。You gotta do better than that.
Oh my goodness, you got the real thing. I was hoping and praying you'd man up on payday. You bought me a diamond ring. You're my man for good and you won't be sorry. It's all my dreams come true. Just don't forget where your bread is butter and life will be good for you. You really did better than that. You really did better than that. You really did better than that and you got my love. You really did better than that. Now there's no looking back. You finally did better than that and you got my love. You got my なんかみんなが言うほど気持ち的には結構自分は二十歳に追いついてると思ってるんですよ。ですけどでもなんかこうやっぱ社会的に結構責任を負わなきゃいけない年になってきたりするので、まあちゃんと自覚を持って生きていきたいなと思います。まあ、結構支えられて助けてもらってばっかりな、ね、この1年間ぐらいだったので、こう皆さんに恩返ししつつ、こう笑顔にねさせていけるようにいろいろ頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。スチール終わりですか、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。え私からお知らせです、ただいまマジスカ学園5に出演中です。ぜひ皆さんチェックしてください。はい、皆さん私のグラビアはどうでしたか。おお。これからも、頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。